はい、こんにちは、やすです。今回は丹田っていうものについて話していきたいと思います。このチャンネルを見てる方たちなら丹田っていう言葉を一回は聞いたことあると思うんですよね。もしかしたらその言葉について詳しい人もいるかもしれませんけど、武術的な方向から丹田について説明していきたいと思います。これ丹田ってまず何かっていうことなんですけど、ウィキペディアで調べてみると、丹田は内丹術で気を集めて練ることにより霊薬の内丹を作り出すための体内の部位、下丹田は東洋医学における肝源血に相当し、へその下三寸に位置するって書いてるんですよね。まあこういう言葉聞いてもね、よくわからないと思いますし、僕もよくわかんないんで、わかりやすく説明していきたいと思います。まず丹田っていうのは、3つに分かれてます。上丹田、中丹田、下丹田っていうのがあって、上丹田はこの眉間の奥のところにあるっていうふうに言われてるんですよね。で、まあ脳下垂体だっていう人もいれば消化体だっていう人もいると思うし、まあそういう物質に関係ないものだっていう人もいると思うんですけど、まあそれが上丹田っていうこう言われてるところです。で、中丹田がこの胸の奥にあるっていうふうに言われてるんですよね。で、下丹田がこの下腹のへその下三寸とかへその下5センチとかって言われてるところにあるっていうふうに言われてるんですけど、実際上丹田と中丹田に関しては、武術的にかなり練習とかしたりとか、まあ勉強とかしてても感覚的に掴むことは今のところできてません。今のところ僕はできてないですし、これからもそれを意識的に上丹田を意識してやってるだとか中丹田を意識してやってるっていう風に体感で理解できることはないと思ってます。っていうのは、まあ、そもそもそういうものがないのか、それともそう意識できることではないのか、武術においてそこまで上丹田と中丹田は重要じゃない気がするし、本当にあるかどうかもなんか疑わしいと僕は思っています。下丹田、これが本当に重要で、武術においてもかなり役に立つ技術だっていうふうに思っているので、今回は下丹田について詳しく説明していきます。で、まず下丹田っていうものの場所について正確な位置を書いた図があるので見てほしいんですけど、こんな感じなんですよね。で、これ平春道の本に載ってる図なんですけど、平春道って知ってる人そんないないかな。これ体術家なんですけど、この人はすごく丹田正中心ってその人は言ってるんですけど、についてすごく正確な方だったなと思ってて、僕はこの人に結構強く影響を受けたんで、まあ、この人の図を紹介させてもらうんですけど、僕も自分で丹田をすごく集中して練習した時期があって、でやっとこれだって掴めた時の位置はこの位置で間違いないと思うので合ってると思います。この他の上丹田中丹田と違って、本当下丹田っていうのは感覚で完全に理解できるものなんですよね。簡単に言えば、自転車に初めて乗れるようになった人がこう乗れるようになった感覚っていうのを、感覚でこれが自転車に乗れる方法なんだっていう、こう分かった瞬間みたいな感じで体感として確実に分かるんですよ。下丹田を使えるようになった時っていうのは、これは本当にいかがわしいことじゃなくて、ちゃんとできれば誰でもできるようになる技術だっていうことです。で、この位置が何なのっていうふうに、まあ、思うと思うんですけど、この位置から力を出すっていうイメージなんですよね。この位置を中心とした、腹の力と腰の力でも、そこら辺の力を中心とした力で攻撃を出す、受けに回るとか、まあ、動く、簡単に言えば動くっていうのがこの下丹田、丹田を使えてるっていう状態なんですけど、ただね、この丹田を使える本当に使えてる人っていうのは本当に少ないと思います。よく中国武術の先生とか丹田意識しろとか言ったりとかするけど、ほとんどの、あと、まあ合気道家も結構言うし、まあ、剣道の人もよく言うけど、ほとんどの先生が実際には自分で理解できてないです。理解できてないし、できてないです。これはもう間違いなく言えることで、丹田の力を使ってできる人っていうのは、もう自分ができるようになると、もう見ただけで分かります。あ、この人はちゃんと使えてるなっていうのは見ただけで分かるので、
ほとんどの人ができてないっていうことが言えます。僕もかなりの量の動画を見たりとか、あの本読んだりとかって武術関係はしてるんですけど、この人はできてるなって思う人は本当にごくわずかで、例えばさっき言った飛田春道っていう人、あと空手で言えば上原誠吉、あと中村秀夫っていう人ですね、これ剣道界の人、あと合気道で言えば上島森平、武田総閣はちょっと動きがこう残ってないんで分かんないですけど、まあ多分できてるだろうと、あと佐川幸義も同じくできてるだろうと思います。それぐらいでした。僕が見て本当にうまいな、できてるなって思える人はこの人たちぐらいでしたね。あとはなんかまあ微妙なラインの人たちとかもいますけど、今日大体この辺だと思います。まあ、自分で YouTube で検索とかしたら動きとか見れると思うので、見てもらったら分かると思うんですけど、下腹のとこは結構膨らんでるんですよね。であれはああいう力の入れ方、特別な力の入れ方をできている証拠だと思ってるんですよね。下腹からの力で動きと何が違うのかっていうと、イメージ的には水って坂があったら流れてくし、こう無理がないところに入ろうとする性質があるじゃないですか。そんな感じですかね。なんか相手と力比べしても、自分は相手の嫌な力が入りづらい方向に押せるし、その押す時に無理な頑張りとかいらないっていう感じで、自分でやってるイメージではそんな感覚ですね。勝手にそういう風になるっていう感じだと思います。実際まあ、過去の僕の動画で丹田の力を使っている動画何個か見せたいと思います。まあこんな感じで、まあ共通してるのは重心の変化なのかな。やっぱ相手よりも重心が下になるっていうところ、やっぱりそのあんまりこっちが頑張んなくてもいいっていう感じらへんが、まあ見てわかると思うんですよね。どうやったらその力を使えるようになるのかっていうことについて話すと、まあ姿勢の意識っていうのがまあ一番大事になってきます。運動するときにいかにその接触部位から離れた力を使って動かそうとするかっていう意識ですかね。まあ、姿勢に関しては前に上げたんですけど、まあ、中心軸だったりとか、あとまだ上げたいんですけど脱力の仕方だったりとか、あとはその重心の置き方だったりだとかっていうのをうまくやると形はそれなりになります。それをちゃんと使えるようになるっていうのは、やっぱり動きの中で、運動の中で、例えばこう押す時にグッと押すとしたら、このやっぱりここら辺に力を入れない、なるべくで、なるべくここも入れないで、ここも入れない、ここら辺も入れないで、この下での力でグッと押すっていうのができると、できるようになってくると、その使えてるっていうのが分かってくると思うんですよね。ただこれは本当に難しい技術で、うちの道場の生徒とか全国大会で組手で優勝とかしてる人とかいたりとか、その人よりも強い人も何人もいたりとかするけど、僕がこの技術を教えて今までできたその技術をちゃんと得得できた人は一人もいないですね、残念ながら。っていうぐらい、こう日頃から僕が接して教えてたってもできないですよね。だからそれぐらい本当に難しい技術ですね。こうずっと練習していくうちで勝手に現れてくるものなのか、何のきっかけもなくたまたまふっとはこれだってできるようになるものなのか、正直全然わからないんですよね。まあただこの技術ができたからってもう最強とかっていうわけじゃないので、まあ自分の中で
強さのランクがちょっと上がるぐらいに思っていただけたらなと思います。僕も自分の周りでできる人とか見たことがないので、本当にこの昔の人たちの動画を見て、もうそれでずっとそれをイメージしてやっていくっていう感じだったので、本当に興味ある人はそうやってやっていったりとか、僕の動画見てくださってもいいですし、っていう感じで、なんかどういう風な動き方してるのかっていう、この道着の中の部分の操作を集中して見ていって、やっていってもらえたらなっていうふうに思います。いずれまた機会があったら、その力を使えるようになる方法についてもっと詳しく説明していきたいと思います。今回はざっくり丹田っていうものについての説明でした。今回はこれで終わります。ありがとうございました。